ショーボクンゲームスウィラピリ2021どうやっていこうということで、今回は配信者ガチリーグ戦最終節 VS メロンパンさんやっていきたいと思います。ついに来ました。リーグ戦全部で9節あるんですけど、もう最後のこれがラストということでね、全力で頑張っていこうと思うんですが、今回の相手がメロンパンさんということで、最近は対戦とかやってないんですけど、コラボ試合とかもね、よくやってて、自分のイメージとしてはめっちゃ戦術家でね、もう本当に技術高い猛者っていうイメージですね、メロンパンさんは。なので、今回自分は全力でぶつかっていきたいと思います。さあ、今週なんですけど、ユラーがですね、先週に引き続き D ということでね、ここはかなり痛いですが、E の選手とかいないんでね、そこはなんとか助かっております。あとはボトマン B でかい。ボトマン B、ディフェンスの軸になってくれ。そして、シューク AP ガチャから登場した、ブカヨサカをね、サイドバックに補強して、今回挑んでいきたいと思います。勝っても負けてもね、笑って終わりたいね。どうなっても笑って終わりたい。これまでね、リーグ戦頑張ってきたね、この全員でね、勝利をもぎ取りたいと思うんで、早速、やっていきたいと思います。いきましょう。諦めませんよ、ドルベアドルベアどうしようだ。おっと、どうしよう。これはもうネイマール行ってくれ。ドルベアのところの代わりにネイマール頼んだ。そしてインザギオもしょっぱなからいきます。ここでフルボー頼んだ。あとみんなが結構調子いいですね。全体的に調子いくて、今メロンパンさんとのね1戦目を終えて0対3の負けということで、ここで3点以上取らなければ勝利は難しい。この状況でね、どこまでやるのか、多分今までで一番ね厳しい展開かもしれない。3対0で勝てば勝利と、それ以外は全てが敗戦になってしまう。まあそれ以上ね点を取ればいいんですが、絶対に最後まで諦めない、その気持ちをね胸にやっていきます。さあまずはしっかり展開していきたい。まあ1点ずつねやっぱ大事なんで、いやー硬いな、やっぱね硬いんですよね。ただ自分としてはもう前から行かなきゃいけないんで、結構ナイス。ここは難しいけど、こっちが空いている。さあデパウルのとこはちょっと縦パス入れすぎたか。くー3点か。かなりちょっとメンタル今やばいっすね。ただもう行かなきゃいけないね、この辺も。ナイス、いけ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 。いや焦ってるな、ちょっと待って、やばい焦ってる。1点取ろう、まずよし。うお取れない。次点取られたら結構まずいかもしれない。トーレスか、オッケー、これは大丈夫。まあ前半のうちに絶対1点は取らなければいけなくて、ナイス。さあインザーギ、オッケー、焦らないでサイドバックを使っていきます。いやー厳しいね、ドリブルもしたいけど、あーライマーいいとこいるな。カウンター怖、カウンターめっちゃかい、押しめんの。うん、落ち着いてますねメロンパンさん、さすが。よっしゃー危ない、ちょっとタンバ、まずい。4点目取られたらまずい。よっしゃー危ない、ちょっとタンバ、まずい。4点目取られた、これはメンタルがやばいことになっている。4点取られたらまずいな、どうしようかな。でも1点まず取んなきゃいけないですしね。勝った、はい、決めろ！うわー！いやー無理か。いや行くしかないもうここ。くーどうしようもないかここは。やばい。危ねえ。オッケーナイスディンス。やばいちょっと待って。これねーかなり。やばい。待ってマジでやばい。やばい、ま、強い、メロンパンさんえぐい今んとこ。何も焦ってる。ああちょっ
本当に最後、最後の最後のところ頑張りたいんだ。ネドルのアイス。はい。囲い込み早いが前半ネドルの先制点はね絶対取られちゃいけなかったんですけど、やばいやばいやばい、どうしようマジで。くー、強すぎる。ちょっとねここら辺のねどこがね守備が多分自分がもっと切らなきゃいけないんですけど、攻撃はもうちょっと落ち着いてやりたいな。そうね、うわー、オフサイドー、はぁ、やばい。5点か。合計5はちょっとまずい。本当にこれ1点取って、流れを持っていきたいところですが、守備がね、なかなかこう、はまってないですね、やっぱ。はい。さあ、早めに行こう。ちょっとここは早めに行かなければいけん。はい。ネイマール。ネイマールがね、ここで見せて、ブカヨサカ。はい。くぅ、勝てー、硬いっすね。やばいな、ちょっとこれ本当にやばいやつ。ザー、つえ。ちょっと待ってくださいよ。いやー、おしめえぐい。いやー、おしめえぐい。これもうかなりまずい状況です。くー、何が起こっているというんだ。やばい、ちょっと待って、精神状態が一番やばいかもしれない今まで。なか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 、いやー、いろいろとやばいっすねこれは。いけ、インザーギー。いや、入んないか。まあでもシュート打っていかなきゃいけないんでね、やっぱ楽しまなきゃ一番は。その頃忘れていた、それを間違いなく忘れていたが、カンナバロ強い。しかし諦めない。ここも難しいか。やばい。いや、これは大丈夫かもしれないが、トーレスめっちゃ怖いな。さあ、得点がまだ奪えていない。早めに行かなければならない。はい。硬いっすね。マジで点が取れない。鬼ほど硬い。いやー、ここでも行けないもんな。もう行かなきゃいけないでも。ナイス、クリバリ。よし。ちょっと早めに行こう。よしよしよし。難しいか。ただここで取って、インザーギヒール、ネイマールいけ。よっしゃー、ここだけどこれ、ネイマールいけ。よっしゃー、ここで得点は決めたが、ただメロンパンさんの強さが、ちょ待って、トーレスえぐい。危ねえ、ジェフ楽しまなければならないんだ。最後までどんなに負けてたしもね、全力で楽しんで。メロンパンさんのコーナーがやっぱめちゃくちゃうまいよね。よし、さあここもカウンターだ。ネイマール無理か。いやー、オッケー。しかし終わりか。ネイマール決めたが、メロンパンさん大好き、ありがとうございました。強かった。はい、ということでね、最終節勝利で終えたかったんですがね、いや、メロンパンさん強かったっすね。ほぼほぼ何もやらせてもらえず、もう多分1戦目2戦目どちらも何もできなかったかな。それぐらいやっぱりね強かった。まあ自分もねリーグ戦頑張ってきたんですけどね、最後負けで終えてしまって、まあここ悲しい部分ですが、いやー、でもね本当に最後ね、まあ、楽しんで、そうね、もう悔しいんですけど、負けて悔しい部分あるんだけど、最後ね楽しんで、その心をねやっぱりもうこの2試合目とかね特に忘れてたんでね、最後楽しめてやれてよかったですね。
やば、ネイマールさん、ネイマールさんじゃない、もう、めちゃくちゃになってる。メロンパンさんみたいなね、強い方とできて、いやまたね、いつか対戦できる機会あったらね、その時はね、もっと戦えるように頑張りたいと思います。ネイマールよく本当にもうワンゴールよく決めてくれたよ。かなりね難しい状況ではあったんですけど、その中でねネイマールが1点決めてくれたんで、もうこれだけが宝ですね。最後の本当に皆さん応援ありがとうございました。9節かな全部であって、まあ、最後ねちょっと悔しい終わり方になってしまったんですけどね、これでリーグ戦全日程が終了ということで、まあ、最後ね順位の方どうなってるかわかんないですけど、またやっていこうと思うんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。ということで本当にね応援してくださった方は申し訳ないです。最後ね負けしました。メロンパンさんも本当に対戦ありがとうございました。はい、ということで皆さん本当に応援ありがとうございました。ただいま試合が終わってから10分ほど経ったのですが、自分の本日の試合などを振り返ったりね、まあ、悔しい部分、応援していただいたのに勝てなかった部分、まだまだ自分に足りない部分、そういうのを見つめ直しながらねこの動画を撮っているんですが、いろんな方にね感謝の気持ちでいっぱいで、まずはこのガチリーグ戦を主催してくださったヒカクさん、本当にありがとうございました。そしてリーグ戦戦ってくださった実況者の方々もありがとうございました。いろんなね体験ができて、普段じゃね絶対にできないもう機会をね与えていただいたというか、自分の実力を試すね場でもありましたし、団体戦とかもねやっぱすごい緊張するんですけど、リーグ戦も毎試合凄まじいですね。心臓爆発するんじゃねえかなっていう。動画の冒頭で勝っても負けても最後は笑って終わろうと話していたんで、笑って終わろうと思います。笑います。涙も出てきそう、涙も出てきそうだね、これ笑うと。笑って、なんか笑って終わろうとすると涙も出てきそうになるけどね。試合のことはもちろんですけど、これまでのね幼少期からのなんか思い出というか卒業式みたいになってますけど、これ脳内で旅立ちの日にが再生されてますね、脳内再生。それではまた明日からね動画ガンガン全力で頑張っていこうと思うんで、ぜひまた皆さん遊びに来てください。おもちゃさんと一平さんの試合すさまじかったね。いやー本当にもうハイレベルで痺れる試合の中で、おもちゃさんが一平さんに4対3、1点差で勝利ということで、優勝は一体誰になったのか。自分とメロンパンさんの試合はおもちゃさんと一平さんのプレミア公開動画が投稿される前にもうすでに終わっていたので、自分とメロンパンさんだけはねもうガチリーグ戦誰が優勝したか分かってるというね。おそらく皆さんももうお気づきの方、計算早い方とかをねもうすぐ分かってると思う。配信者ガチリーグ戦優勝はおもちゃさんでございます。いやーおもちゃさんおめでとうございます。今画面に出ているのがヒカクさんがね週末に出されているガチリーグ戦のまとめの動画の最終節前終了時点の結果になるんですけど、おもちゃさんが最終節勝ち点を19に伸ばし、自分とおもちゃさんが勝ち点19で同じ。そしてここからはね得失点、これがですね絡んでくるんですが、自分としては優勝あと一歩届かず、得失点差1、ここですね。最終節の第1戦目、第2戦目で優勝ねもう決まるということでね、自分が一応第2戦目の最後の試合になるので、結果ですね話して、そしてねここからの対戦カードもね激アツでございます。かけそばさん、ヒカクさん、メッスさん、シューネさんのね激アツ対決ね、そして大トリを飾るのはウディさんとレイワさんの対戦ということで、まだまだ激アツカード、ガチリーグ戦最後までねたくさん面白い部分が詰まってるんでね、ぜひ皆さん明日から3日間遊びに行ってみてください。ということで本当にねもうこれ本当に最後になります。皆さんご視聴いただきありがとうございました。改めておもちゃさんガチリーグ戦優勝おめでとうございます。また勝戦のブー、ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さんまた会いましょう。ドスクイピーポー。